新幹線放火事件生活区が自殺の動機か、えー、今週火曜東海道新幹線の車内で71歳の男が焼身自殺し乗客の女性一人が煙を捨て死亡した事件で生活区が男の自殺の動機になった可能性があることが分かりました、えー、この林崎春男容疑者、えー、岩手から上京して若い頃は長しの歌手をしていたと その後解体後だろうね、秋葉原の、ねえー、車暴走さすような、大体この手の事件って若者がっていうイメージがあるんですけど、ね、うん、71歳の高齢の方がっていうのは、はい、俺ののがっっていうのはびっくりしましまたですね、えーえー、年金の,その受給額、まあ、あ2か月に一遍払われるんですが、それが24万円と、えー、月額12万円ですね、月額12万円という金額は、まあ、多いか少ないかというと、う厚生年金で、ね、月額10万円、 は今でいうと多分標準よりちょっと少ないかなっていうぐらいですねんそんなに極端に少ない感じはしませんはいでやっぱねつくづく思うんだけど、ええ、ものすごいけど高齢の方増えてるでしょう,うで高齢の方でも何だろうねすっごい不満を抱えてる人たちがいてで若い人よりもむしろ絶望的かもしれない若い人だったらまあ月給大体今ね、うん もう20代でフルタイムでも20万円の給料を超えてる人はほとんどいないと思う、大体、うん、いい10万円台半ばぐらいの手取りのはずで、うん、そう考えたら、この人、この男は71歳で、ええ、別に働いてるわけじゃなくて、毎月12万円確実にもらえるという立場は、そんなに悪い立場じゃないんだけど、うん、ただ若い人の場合は、例えば月の所得が少なくても、心の片隅になんとなくちょっとぐらいの希望はあって、うん、希望って実現するかどうかわかんないけど、 でもまあ10年先20年先もしかしたらよくなるかもしれないっていうなんとか人間って小さくても希望があると生きられるんだけど高齢の方ってもう月額12万円で70代になると死ぬまで12万円これ以上増えないっていうことがなんとなく見えると。ででそこでまあ あの例えば家族がいて、子供がいて、孫がいてって言ったら、ある程度なんか犯罪に走ろうっていう時の抑止力にはなるわけで、えー、家族に迷惑かけちゃいけないとか、子供に迷惑かけちゃいけないとか、はい、ところが単身で、うんま、この人の、この男の場合は親類エンジ結構いたみたいだけど、うん、もうそういうことがないということになると、そういう抑止力もない、はい、で不満だけが募っていく、うん、だけど希望はない、うん、っていう時の絶望感みたいなものって。 でこの男に特有のものじゃなくて、はい、実は社会的に相当あるんじゃないのかっていう<ー>だからよく若い人の心のケアっていうのが盛んに言われるけれども、はいえー、これからやっぱり高齢者の心のケアっていうのを考えていかないと。うんうんうん こういう暴走する年寄りが出た時に、うん、その人だけで済まないからね今回みたいに新幹線の中でガソリン巻いて火つけられた日には、えー、あの普通に生活している何の関係もない人たちが命奪われるっていうはい、はい。 本当に悲惨で許せないことが起きるんだけど、うん、ただ背景にあるのはこの男は悪いんだけどこの男は悪いんだけどじゃあだけどこういう男が生まれる社会的な環境みたいなものを突き詰めて考えていかないと、ええうん、これで月12万円でなんで不満に思うかっていうと、はい、やっぱり日本の社会システムおかしいところがたくさんあって、ええ、例えば高齢者の単身世帯の生活保護だと。 今まあ都市部、これ、ね地域によって値段が違うんだけど、うん、はい、大体、まあ私が前調べた時に、都市部だと家賃込み13万円ぐらいっていうのが標準だと思います。はい、1>, ね1円の掛け金もね払わずに、年金の掛け金も払わずに年を取って、でも生活保護しか生きる手段がなくなって、高齢でそれが認められると、家賃込み13万円で、なおかつ医療費全額ただ、この男の場合、12万円で、家賃4万円で、残りが8万円で、えー、当然、医療費は 1> 1割負担だけれども自分で負担をして、うん、っていうことになるとじゃあこれこの男35年働いて厚生年金で月額12万円っていうまあいやそこそこの額なんだけど、うん、でも何にも払わずに生活保護を受けてる高齢者の方が。うんはい 生活環境として良かったりなんかするとおかしいだろって当然思うでこの男も直前に生活保護の相談を議会議員にしていたという情報がありますから、はいすね、社会制度全体見直さないとおかしくないかうん、うん、でじゃあ12万円を増やしたらいいのかってそれは増やせないよね。うんうん、えー、だって今の若い人は本当にかわいそうなのは将来年金いくらになるかって話なんだけど、うん、俺も最近自分で愕然としたことがあって。はい 俺ってはっきり言って、長年放送局っていう、まあ、かなり給料の高い会社にずっといて、うん、で会社辞めてからも、まあ、今の会社で、えー、厚生年金で月額報酬で言うと、うんあの、厚生年金の掛け金って上限が決まってて、はい、月額標準報酬62万円より超えると、同じ掛け金になるのね、うん、じゃあ、それ、つまりこれが一番最,最上級なの。うん、当然ののことだから将来の年金額も マックス一番上限に達するのマックスって月額いくら厚生年金の掛け金,金払うかっていうと給料から天引き分で5万4,000円会社負担分と合わせて10万8,000円だから11万円ぐらいずっと11万円毎月毎月厚生年金の掛け金,金を払っていて私の将来の年金支給見込み額私の一番高い上限でいくらだと思六65歳から支給で毎月月額。<laughs> ええー、二十三十ぐらいは行ってない。二十ジャスト。二十、えー、ジャスト。ジャストで。ジャスト。 マックスで20ジャストでなおかつこれは65歳の支給開始時点だからあ<ー>そっから30年ぐらい生きてるとどんどん下がっていって、えー、30年後ぐらいには13位代今厚生労働省が年金は破綻しないよと言ってるモデルでも2割から3割減るこれあとは人口と経済によるんだけれども、はい、そうすると今の感覚で言って受け取れる年金額って俺の世代で14万円とか15万円とかそんな。 一人当たりよくあのねモデルなんとかって書いてあってあれすごいパッと見額が多いんだけど、はい、あのモデル世帯っていうのは夫婦の合計額だから、ね、単身はそんな額じゃないから <laughs> でそうなると普通のサラリーマンで例えば20万30万40万円ぐらいの厚生年金の掛け金って負担はものすごいよ。 あの若い人の救命債見せてもらうと税金よりも何よりも圧倒的に年金の掛け金が高いの、うんはい、でその高い年金をかけて、うん、じゃあ今の若い人が将来いくらの年金もらえるかというと月額12万円は絶対に無理だそう考えたらでじ,ゃあじゃあ今の70代の人たちがもらっている年金はいや俺たちは若い時からいっぱい掛け金払ってるそ,のそれをもらってるんだって意識の人がすごく多いんだけどこれ完全な勘違いで。はい 今の70代以上の人って、若い時の掛け金って、ものすごく安いのね、知ってる、うん、国民年金始まった時の月額掛け金、いくらだったか、1960年代だからね、こ国民年金って、日本の年金制度の中では一番遅れて始まってる、で高度成長期に始まってるんだけど、えー、げ1960年代だから、まあ、物価も今よりだいぶ安いとは言いながら、<う>でもね、うん、物価で10倍も20倍も100倍も変わってないよ、それは戦後のインフレの時代じゃないんだから。 1960年代に国民年金が始まった時の月額掛け金は月100円だからね。100円。<laughs> 1> 今1万五千円だろはい。 それでそれつまりその70代以上の人が今まで払ってきたお金に物価変動率をかけて、うん、なおかつ利息もものすごい高利をかけたって、うん、とてもじゃないけど受け取ってる年金額には到達しないのよ、はい、だから積み立て欲しいじゃない、うん、じゃあ誰がその毎月この人の12万円の年金を払ってるかっていうと、うん、我々が払ってる若い現役世代が払ってるお金が全部今の高齢者にいてこの人は12万円は実はその若い人が払ってるお金の中でありがたくもらってちょう 大の話なんだけど、それが少ないからって言って、ガソリンいて火つけるっていう精神構造になっちゃってるのは、ま極端なこと言うけど、高齢者の教育悪いよ、この国、うーんこの社会制度がどうやってできてるんだっていうことやっぱ高齢者の方にちゃんと理解してもらわないと、これで不満だって言って、ガソリンいて火つけられた日には、若い人なんか、バカバカしくって。 でこれあの年金の支給開始年齢を上げるってことになるとそれこそ高齢者の方々がも,もう大反対をするわけなんですが今お話を聞いてね結局この何もやることがなくてうつうつしてしまうっていうところもあるわけじゃないですかで一方でこうあのシルバー雇用の人たちに話を聞くと、ええ、必要とされてるやりがいってものすごくあるんですよって話をするわけですよだから6570で働いてもらうて といいいううのも一理あるんじゃなかてまそういう見方もある一方で、うん、俺は本当に詐欺だと思うのは、うん、今から 7, 7年ぐらい前に、あの民主党政権が誕生前夜に、はい、今の年金制度どうなんだって、持つとか持たないとかって、散々議論になった、あの時に、今の御用学者の人たちが、いや、年金は持つから大丈夫って言って、散々年金持つキャンペーンをして、大幅な改革ができなかった、はい、っていうことがあるわけですよ。うん、で結果どううななっったかというとい今になって いや年金の支給開始年齢は65歳からじゃなくて70歳にしないと持たないかなとかいや,やっぱり所得の多い人とかマイナンバーが始まると個人の資産も把握できるから資産の多い人の年金は減額しなくちゃねみたいなちょっと待てと持つというのは現行制度がそのまま継続できて65歳から支給でそれを持つというんであって支給開始年齢を70とか極端なこと言ったら将来75に遅らすとかっていうそれは持つかもしれないけどそれを持つって言わないだろうっていう。<laughs> 持つけど結局、生活ができるですでおかしいのは、やっぱり生活保護と障害者年金と高齢者の年金というのが、非常に統一が取れてなくて、うん、基本的にまず生活保護っていうシステムは、うん、将来的に社会復帰できて、ちゃんと税金が納められるようになりますよっていう緊急避難の制度だから、うん、未来へも死ぬまでっていうことを想定する制度じゃ、本来はあっちゃいけない、はいで、本来、例えば体がねあの、悪くて働けませんっていう方の場合には、障害年金っていう形で生活を助ける。 はい、で、高齢の方に関して言うと、もう高齢の方は将来、現場復帰できないわけだから、この方は高齢の方の年金でということで言うと、うん、高齢の方が今、生活保護と年金が2本立てになってるのは、そもそもおかしいので、うん、これは一本化して、はい、なんかこう、やっぱり働いてきてた人と、働いていない人は、たとえ、 5000円でも1万円でも働いて年金の掛け金を納めてきてた人の方がほんの少しでも生活がいいっていう、うんはい、そういう制度を作らないと精神が破壊されれるよねこ<れ>働かない方が楽ってことになると、うん、ね国の方生活保護って何のためにあるの、うん、高齢者の年金どだから俺はこのニュースは若い人に切ないよね。 で亡くなられた方が52歳のまさしく現役で働いて、年金もかけ健康保険も厚生年金も掛け金全部払ってる、それにしても切ないよな,うん,なんともやりきれないニュースですよ。うん